あの最近楽屋で清志郎君共演者アンサンブルの清志郎君ってもう超実力者のでも僕より年が若い子がいてでいつもねあの元気で周りを現場を盛り上げてくれるような俳優さんなんですけれども劇場稽古のために朝楽屋行ったら突然話しかけられて。 あの正代さん「ライオンキング出てました?」みたいなこと言われて「うおおう出てたよー」って言って「なんで?」って言ったら当時の「ライオンキング」見た時のパンフレットに僕の写真が載ってるのを見つけてくれたらしくってほんで声かけてくれて「わあ俺やー」っつってそう写真見たんですよみたいなでその時期まあでも時期によっては見てん。 ないというか、僕が出演してない回かもしれないし、出演してた回かもねって言って、見た時期どのぐらいって言って、あ、このぐらいですって言ったら、あ、もしかしたらその時期俺出てたかもな。その4月ら辺出てたかもしれんまあ、わからんけど、大体いい出てる可能性あるわ。見てもらってるかも、つって、しまんまやってたんよ。あと、ハゲたかって言って、ああ、そうなんですかって言って、ああ、もう、僕がプロでやらせていただいてた作品を見てくれてる。 僕より若い、でも同じアンサンブルという立場でやる子たちが出てきたんだな、出てきたんだ。まあ、たくさん出てきてるからもうそこへの考えはないですけど、なんというか、嬉しくもあり、ああ、なんか、いい意味でも悪い意味でもずっと新人気分でやってるので、<laughs> あえっと、なんか使いよう、新人気分を時々いいように使ってるだけなんですけど、<laughs> だから、新人ではないんだろうね、きっとね。もうあの、なんか根本的に、新人感はないんでしょう。ただ、うまいこと自分を律するためにというか、自分を前に進ませるために新人気分は使ってるんですけど、その、見せてくれた写真あ、写真を写真で撮ってきてくれたんだけど、まあ、その写真、森内正代の写真。 僕が出てた作品を見てくださって、パンフレット買ってくださった方は見てると思いますけども、なんともまあ、社に構えた大人ぶってる顔なんですよ。ど若いくせに、ど幼いくせに。あのね、なんでしょうね。ただ、精神性はもしかしたら今の僕よりも大人だったかも。というか、大人になりたい。プロとしてこうあるべきだって、かっこたるものが、 あった。若いなりにね。若いからこそね。で、それが顔面に出すぎていて、こいつ何にも世の中知らないくせに、知ったふりした顔してんすよ。なのでなんちゅうか、目が半目っちゅうか、あの、<laughs> 俺全部知っていくから、俺こうなりますから、絶対、みたいな、そんな顔してるんですよね。あの <laughs>。 ほんとね交渉なる思いをね持ってね劇団四季の頃はやってましたねだからねたくさんの人に迷惑かけてきたんだろうなって思うまあもちろん今でもたくさんかけているんですけどそこは成長しないんですけれども <laughs> であの頃にあったものが今なくなっていることにもちょっと気づいたねだから、えー、改めてこうやってセシロが俺に見たかもしれませんって話をしてくれたんで 改めて、このラジオも、ちゃんと、新人としての心意気を持って、あのラジオを始めた頃の、深夜3時頃にやっていた、オールナイト川越をやっていた時期のことを思い出してですね、このラジオの収録も、エネルギー満開でやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします <laughs>。もうかかっちゃって、全力とか言いたいのに満開って言っちゃった <laughs>。今日もよろしくお願いします。行ってみましょう。 森内翔大の集まれミュージカルの森。この番組では俳優である私、森内翔大が30分間、ミュージカルの魅力を少しでも伝えられるように、僕の俳優としての活動情報や、ミュージカルにまつわる近況をお届けしていきます。集まれミュージカルの森。略して、集み。 2024年8月8日皆様いかがお過ごしでしょうか最近衝撃的だったことは妻がトマトアレルギーだったことですびっくりえまさかのあのコシンバちゃんの診察というか検診ついでに妻もアレルギー検査をしてきたんですってんで出てきたのがトマトアレルギーだったそうです いや、びっくりだよ。なんか弱いけどちょっとあるんですって。で、毎朝僕、卵焼きとウインナーとか、目玉焼きとハムとか焼いたりするんですけど、その卵焼き、妻の分も作るんですけど、ケチャップ必ずかけていて、あのね、毎日のケチャップの摂取はやめた方がいいらしい。ええー、だよね。で、ちょっと前に僕の同期と、 ご飯家で食べた時にトマト煮込み作ってくれたのがめっちゃ美味しかったからで簡単だったからこれいつか作りてえなトマト缶のトマト煮込みいつかニンニクの効いたあのトマト煮込み作りてえなってずっと思い続けて作れないまんまだったんですけどトマトアレルギーの妻を持っているってことは僕のその夢は一生叶いません <laughs> なので妻がちょっと1泊2日でどっか行ってる時に自分のために作れるチャンスが来たら作ろうかなって思っている <laughs> いやーびっくりだよねだからもしかしたら僕にもアレルギーがあるのかもしれない <laughs> でもね時々トマトは食べていいらしいからだからあそう毎日じゃなくて食べていいんだったらもしかしたらトマト煮込みという夢も叶うかもしれないですね <laughs> それで体調不良にな,ならせてしまったらこれ目も当てられないからな困ったな <laughs> はいここで今後僕が出演します作品情報をお伝えいたしますミュージカル「ベリー・エリオット・リトルダンサー」世界最高峰のクリエイターが生んだ珠玉のミュージカル「ベリー・エリオットが」が2024年夏に待望の再演 1980年代のイギリス北部の炭鉱の街を舞台に一人の少年と彼を取り巻く大人たちの姿を描きます。東京公演は東京建物ブリリアホールにて2024年7月27日から10月26日まで。大阪公演はスカイシアター MBS にて2024年11月9日から24日までです。詳しくは公式ホームページをチェックしてみてください。収録時点では プレビュー公演が始まったばかりでございます。この放送日はもう何個、もう10公演ぐらいは超えてるかな。いや、プレビュー公演が無事終わりました。2回ほど終わった休演日の収録ですね。このね、最高でしたね、プレビュー公演は。あの、最初のオープニングナンバー。 まあ、ニュースから始まるこのミュージカルなんですけれどもそのストが行われている当時のイギリスのニュース映像白黒から歌に入っていてまあ何だったらそのニュースの前にスモールボーイがトコトコと上がってきてアメちゃん舐めてくれるんですけど可可愛愛いいんですよもういいのそのスターズと呼ばれるナンバーなんですけれどもスタ、えっと、フルネームはねスターズ以上あったんだけど。 何 <laughs> て言うかな忘れちゃった。スターズ、スターズ言い過ぎて。そ、そのスターズの最後歌い終わりで、まあ、ボルテージが上がっていくんです。みんながストライキが決まって、ブわーっとストライキに向かって集会場、も何千人と集まるような集会場に、ブわーっとみんなが集合して、これからストーン全員で単行風勝ち取るぞっていうところに集合した時に歌が一瞬パーって終わるんですけど、その瞬間にいただいた拍手、 何でしょうね <laughs> でっかいボクシンググローブで全身ボコーンって一発殴られたぐらいの歓声と拍手だったんです。で予想もしれなかったというかなんか、うん、ちょっと予想あのー、やっぱ稽古がとてもハードな作品なのでもう毎日毎日必死に必死こいて稽古やってたんですよ。でもそれをなんとか お客さんにいいショーにできるために、いいショーにできるためにって、えー、言葉で頭の中でなんか繰り返しながら稽古をやっていて頑張っていて。でもなんかね、言葉だけで自分で繰り返していたせいか、実感とか実際どういうものなのかっていうのをね、結構忘れてしまっていたっぽくて、でも時々起こるあの舞台の稽古がハードだと。 ハードなのに、なんとか耐えていかなければ、そこを乗り越えていかなければに必死になると、実際どういうことが本番で待ち受けているかというのを忘れることがあって、だから自分の中での拍手みたいなものが結構、実物の像がわかんなくなっている状態で、ボクシンググローブ、もう等身大のボクシンググローブで全身一発、ポーンって打たれる拍手と歓声いただいたから、ちょっと正直舞台上で、えっと、 表情は見せてないよ。心の中で、素の自分、素の森内正代が泣きそうになりました。<laughs> 危なかったよマジで危なかった。もうね、ほんとう、うわーってなった。どうしようってなっちゃった。泣くやばいってなった。<laughs> でも、本当心の中はめちゃくちゃ焦ってましたけど、表はね、全然芝居できてましたけど、 あのー、なんか、待ってましたを超えて、賞賛が入ってるような、あの拍手と歓声にはですね、はあこのためにやってるのか。あ,あ、そうじゃん。舞台俳優って、 拍手もらってなんぼだったじゃんと思っちゃってんのあ、その、拍手のリアルがなくなってたから、もうそれをこ飛び越えちゃってるから。<laughs> 打撃で。拍手もらってなんぼじゃんっていうすげえ雑な言葉になって自分の頭の中に残ってて。<laughs> そうじゃん、そうじゃん、このためにやってんじゃん、俺っていう。<laughs> <laughs> 思わず家帰ってきて妻にもそれ言ってしまいました「そうだよね」って言われましたけど <laughs> いや本当に素敵なあそのお客さんに囲まれてですねビリー・エリオットは公演が続いていくんだなと思うと活力がとても生まれました本当にあに見に来ていただいた皆様ありがとうございましたそしてこれから見に来ていただく方は皆さんにたくさん応援していただければ俳優はより よりいいパフォーマンスができると思いますんでね本当にお客さんと俳優の共同作業だなと改めて実感した一日でしたねはいそれでは早速最初のコーナーに行ってみましょう最初のコーナーはこちら最高のミュージカルピッックアップ今週皆さんにご紹介するミュージカルソングはミュージカルウィキッドより No Good Deed 闇に生きるですミュージカル「ウィキッド」はスティーブン・シュワルツ作詞作曲ウィニー・ホルツマン脚本のミュージカル作品です2003年5月にサンフランシスコでのトライアウト公演を経て同年10月にブロードウェイで開幕しました原作は1995年に刊行されたグレゴリー・マグワイアの「ウィキッド・西の悪い魔女の生涯と時代」から作られました これははそうでですすねねののの魔法使いいの裏の歴史物語です、ねはい、まさに僕が初演見た頃はあ初演じゃないわ初めてウィキッドを見た時にあのー「オズの魔法使い」の内容ってほわっとしか知らないんですね。ほわっとしか知らないけど全然ちゃんと知っている。 まあ、全然ちゃんと知っているようでほわっと知っているみたいなその内容を全て踏襲したってめちゃくちゃ感動したのでこれに原作があったことは正直知らなかったんでへーって勉強になってますねえっ、ー、とこのミュージカル版にするにあたって原作を大幅に脚色し直していてこうテンポがよく重きのある作品に仕上がったそうですあそのためキャラクターやストーリーは原作とは異なっているそうです 境遇の全く異なる魔女二人、西の悪い魔女エルファバと南の良い魔女グリンダがお互いの性格や違い、ボーイフレンドとの三角関係、あ、あとオズの魔法使いたちによる腐敗政治ですね。 あと「エルファバ」の世間からの評判の陥落に焦点を当てながらも肌の色の違いや動物たちに象徴させたアメリカ社会が抱える弱者への差別問題を彷彿とさせる作品となっております。また湾岸戦争がきっかけで制作されたミュージカルであるという話もあるそうでこれはどうなんだろうね アメリカにはアメリカの正義があり、イラクにはイラクの正義があるといった表の正義と裏の正義、正義とは一体何かというメッセージを込めて制作されたという裏話があるんだ。あ、これあるんですね。最後にはどんでん返しも用意されていて、物語としてわかりやすくまとめられています。 ミュージカル版「ウィキッド」にはオズの魔法使いにも出てくるブリキ男かかし空を飛ぶ猿たちがどのようにして生まれたのかなぜ存在するのかの誕生秘話も含めて登場してきますね2025年の春に映画「ウィキッド2人の魔女」が日本でも公開されます エルファバ役はシスターアクトのデロリス役とかあのカラーパープルセリー役を演じる実力派のシンシア・エリポという方ですねそしてグリンダ役はグラミー賞の常連アリアナ・グランデでございますアリアナ・グランデいいや良さそうだなみたいな早く見たいですねはいということで、えー、と簡単にあらすじもご紹介しておきましょうまあもうほとんどの方が知ってると思いますけれども、まあ、自由の国オズでの物語ですね 緑色の肌と魔法の力を持つエルファバは静大学に入学し美しく人気者のグリンダとルームメイドになります見た目も性格もまるで違う二人は激しく反発しますがお互いの心に触れるうち次第にかけがえのない存在になっていきますある日グリンダと共に大都会エメラルドシティへ出ていきますそこで重大な秘密を知ったエルファバは一人で戦うことを決意 一方のグリンダはオズの国を救うシンボルに祭り上げられます心の内では相手を思い合うエルファバとグリンダしかし運命は2人を対立の道へと駆り立っていくこういったお話でございますね今回お届けする、えー、ナンバーがノーグッドディート、えー、闇に生きるというナンバーでこれがねフィエルを助けるためにあらゆる呪文を唱えるんですよ 好きな男のためにね。でも力が及ばないことを感じます。自分に関わるものは不幸になってしまうと嘆きます。あそんなエルファーが自身の運命を呪うナンバーでございますね。なんかね、心地が良い歌い上げるという、歌い上げられるナンバーなので、聴いてても自身で歌ってても、めちゃくちゃ重厚で心地の良いナンバーでございます。それではお聴きください。ミュージカルウィキッドより No Good Deed。 お聞きいただきましたのはミュージカルウィキッドよりノーグッディーズでした。このコーナーではリスナーの皆様に送っていただいたお便りを読んでいきたいと思います。現在普通おた強化月間として普通のお便りこと普通おたを大募集しております。今週もご投稿いただいた普通おたをご紹介させていただきます。 早速読んでいきましょう。森内さんこんばんは。こんばんは。つおたです。ありがとうございます。徐々で森内さんを知って、このラジオを聞き始めました。毎週のラジオが楽しすぎて、YouTube に上がっている再生リストの過去回を最初から最新まで聞きました。今までに様々なコーナーがあったことに驚いています。 個人的にはミュカイの仲間たちが好きでしたいろんな俳優さんの検索しても出てこないような情報や人柄が紹介されていてとっても楽しいコーナーだなと思いました特に荒木圭介さんの紹介は仲の良さが垣間見えてエモかったですもしまたできるようならミュージカル仲間を紹介するコーナーを復活させてほしいです 私はまだアンサンブルの方に詳しくないので森内さんのラジオで紹介されていれば少しずつ覚えられる気がします。ぜひ復活をあとミュージカルあるあるを歌うコーナーも楽しかったです。<laughs> 今のラジオの形は森内さん自身のトークが多めでそれはそれですごく楽しいのですが月1回でもいいのでコーナーが復活したら嬉しいです。ぜひご検討ください。 森内さんが誰かとお話ししている回もすごく好きなのでまたゲスト会もやってほしいです過去のゲストでり太郎さんや安川里奈さんとの仲良さげなトークも楽しいしウエスタ川越施設長の清水さんとの会話もまた違う森内さんの一面が見れてとても楽しかったです毎週森内さんがビリー・エリオットの話をするのでうっかりチケット取っちゃいましたビリー・エリオット楽しみにしてますね ラジオネーム、エビミリンカニ美人さんからです。エビミリンカニ美人さん、ありがとうございます。すっげえ読みづらいネーム。<laughs> えー、めちゃくちゃ嬉しいんですけど。え何本だって、2年、この厚みになって2年は経ってるよね。えってことは何本や、何本聞いてくれたのめっちゃ嬉しいんですけど。あのー、実際、 実際どのくらいの人に聞いてもらってるか正確な数字が全然分かってなくてですねこうやって毎回過去放送を全て聞いてくれたっていうのはい,いやー涙ちょちょ切れますね嬉しいちょっと頑張ってる甲斐がありますわあのね正直に言うよ正直に言うとですね私もね一人で喋ってる誰かと喋ってる方が明らかに話しやすいです <laughs> あの やっぱ一人で喋るとさ、自分で振って自分で落とさなきゃってすごい思うんですよ <laughs>。これがね、なかなかね、自分ができてないな喋れてないなって毎回毎回思ってるわけですよ。そうね、皆さんにはね、関係ない葛藤をね、常にしてるんですけれども、相手がいるとね、自分が振ることもできるし、自分が受けになることもできるって、あれ、やっぱ、1か2かって全然違うよね。めっちゃ楽しいんですよ。しかも、 相手から来る言葉で広げられるし興味持てるじゃないですか。でも常に自分一人だとねよく昔あのオールナイトカオゴで1時間喋ってたよね。あもう信じられない今からしたらいやーそうねこうやってちゃんとうとミュカイミュの仲間たち <laughs> なんか変な質問をしてたよねあのー、大昔巨人が 穴を掘って山を作ったことから富士山と琵琶湖ができたそうです。これを信じますかとかね。そんなに大斬大喜利にもならないくどい質問してたよね。癖のある質問ねいや。いや、よくよく答えていただけてたなって思う。もしい。今ちょっと恥ずかしいわ。だからいろいろね、あの、変えながら変えながらちょっと遠くおめえの今のラジオにはなってますけれども。 そうね。あのー、やっぱいろんなラジオ、最近はあの、オードリーのラジオばっかり、ばっかり聞いてるんですけど、あれを聞いてると、ね、喋ってる方がいいなって思っちゃうんね。<laughs> やっぱりね、そう、できるだけ実体験があるといいなっていう感じはするので、そんな感じになってるけども、誰かと喋った方が僕だって楽なんですよ、本当に。だから、 ちょっと誰かを招待招待というかゲストで呼ぶのも少しハードルが高めなんですけど、だからなんかいろんな話したい人たくさんいるから、ちょっと頑張って、人見知りの僕なんてちょっと <laughs>、個人的なラ、個人的なラジオに、その、ぜひ出てくれないですかって <laughs>、ちょっとお願いしてみます <laughs>。 ててなってると思うきっとお願いする時っていいのかなこんなお願いしたってクックックってなってると思うんですけどちょっと頑張ってあのー、出てくれそうな人に声かけてみようかなと思いますそういやでもちょっとだってあのー、僕30分のアニメを一気見するの結構好きなんですけどそれだって2シーズンぐらいあるやつって結構日数かかるよ これを僕のそれ全部聞いてくれたってめっちゃ嬉しいね。ちょっと励みになりましたのでこれからのラジオも精進して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。<laughs> はいということで素敵なお便りをありがとうございましたこの番組では皆様からのお便りを募集しております現在「普通おた」強化月間として皆様からお送りいただいた普通のお便りこと普通おたをご紹介しております僕に伝えたいことや感激の感想ラジオを聴いての番組への感想リクエスト質問など何でも OK ですぜひ投稿フォームや DM からお送りくださいリスナーの皆様からのご投稿を楽しみにしております そこ,こで今日は何の日をご紹介いたします。本日は8月8日、笑いの日、スマイル記念日でございます。ははは !88 の語呂合わせにちなんで、笑いの日を作る会が記念日に制定しております。そうなのこの会の実態が知りたいね。笑うとね、免疫力が上がりますんで、皆さんじゃあ今一緒に笑いましょう。せーのはっはっははは <laughs> あ<ー>、はい、今一緒に笑ってくれた人は優しい人決定ですはい続きまして鍵盤の日でございます一般的なピアノの鍵盤数が88件あることから88を8月8日に見立てて記念日が設けられているそうですはいということであっという間の30分でございましたエンディングトークでございます 森内正代の活動情報は公式 LINE アカウントにてお知らせしておりますのでご興味がありましたらぜひご登録のほどよろしくお願いいたします会員制のメールマガジンもございますこの機会にぜひご登録くださいそして X や Instagram などの SNS を日々投稿しておりますもしご興味を持ってくださった方は森内正代で検索してぜひフォローをお願いいたします 次回の放送は8月15日23時から23時半での放送です次回以降の普通おたこと普通のおたよりも番組公式 X にて募集しておりますのでぜひ番組公式 X の DM や専用フォームからお送りいただけると嬉しいですお待ちしておりますこの番組をもう一度聞きたい過去放送を聞き直したいという方はラジオ顔声 YouTube チャンネルの再生リストから 森内正大の集まれミュージカルの森をチェックしてみてくださいそれではまた来週お会いしましょうここまでのお相手は森内正大でした今夜も素敵な夢を見れますようにでは皆様おやすみなさい